いやっちゃえ、ブライジョンズです。そしてはいよ、てことです。そしておはようございます、池田翼です。なーじゃっなーじゃっなーじゃっよってんですけど、よえはい、はい、いってほしいです。喋ります、ちゃんと。ってことで、今日もやってくるんですけど、今日はまあ、アップデートも終わった後でね、とりあえず下方、あ、じゃあ下方じゃない、情報されたカードをぶっ詰めて、なんかね、スケバレアノポイみたいなね、再来みたいな、再来みたいな、もうね、めちゃくちゃ前、ほんとどんくらいだ、冬ぐらいだから、ほんとめっちゃ前なんですけど、8ヶ月、違う、もっと前か、ほんと1年前ぐらいかな、なんかメガナイトスケバレが流行った時代があったんですよ。メガナイトスケバレの、もうなんかもう細かいのぶっ詰めて、みたいな。超害悪的なんですけど、まあそれとはちょっと違うけど、まあ枯渇要素もありつつ、穴掘りとかライドラとか、まあとりあえず強いカードぶっ詰めたデッキ、これでいきたいと思います。ということでね、新環境最強デッキを今模索しております。ということで、いきましょう。ザプトロリババなんですね。セスセス、ザプトロリババ、ポイロリババとかポイザップとかにしようかなと思ったけど、結局ロリババが最強なんで、とりあえず、どうしようかな。ライドラでいいか。ライドラして、これメガナイトしかないかな。ビッシー、あ、ちょっと早い。ちょっと早い。ちょっと早くない？気のせい。気持ちな。気持ち早い。これ届く。これ届く。届かない。はい、届く。これミスったな、この穴掘り。完全にやってんな、これ。この、こういう時のロリババがマジで強い。はい、強い。よいしょ。はい、強い。大体エレキ切ってザップ持ってるんだけど、3が5しかいないんで、7エリ、6エリぐらいかな。6エリぐらい溜まったらスケバレ、コウモリすっか。これだけで束折れると思う。本当に。ほらな。え？貫封された、貫封された、やばい、なんならクセやばい、やばい、アドプられてるからな、それは最強カード。お、当たってない吹きや、しかしよし、オッケー、勝ったまである。よしよしよし、行こう、彼行こう。スカウトペッカが来る。ペッカまだ回ってねえべ。ザップ、サンガゴー、ポイズン、エリキ回ってるわ。回ってた。あ、回ってるわ。あ、これやばい。めっちゃいい感じにやりますね。よいしょ、これもう無限だから悪いけど、やばい、ライキジョンズピンチ、あー出してるだけ、出してるだけ、出すだけ、出すだけでいける、出すだけで勝てる、デッキを作る。よいしょ、いきますよ、こっからよ、こっから。うん、ゴー、じゃあいける、俺ならいける、俺には俺がついている。あーもうマジで、なんで、なんで負けんの。ちょっと待って、リベンジ、リベンジマッチ、リベンジマッチ。どうすか、デッキになんか欠陥がある？俺にはわからないんだけど。俺にはわからないんだけどさ、デッキに欠陥ってあるかな？メガナイトいるかな？うそでしょ？メガナイトいるんかな、これ。わかった。わかったわかった。今な、撤回相手だったからメガナイト。それな、それな、それな、たまたまだ、たまたまだ。それな。でも待って、メガナイト増えるとかだってか増えるから、うん、はい、終わった、うん、そんくらい突破しろよ。そうそうそう、困る、そんくらい突破してもらわないと。
やばい。俺の方がうまいけどね。よいしょ。俺の方がうまいけどね。よいしょ。とりあえずこれで。ちゃうんだよ。こういう気持ちが大事なんだよ。ダイチューニングドラゴン。ニヤド。ニヤド取ってますね。マルティーヤはなさそうなんで。やばい。おお。あら。発見。やりゴブ死にますね、やっぱり。やばい。俺の方が弱いかもしれん。よいしょ。はい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 。オッケー。オッケー。今日は 4% 攻撃力上がった。うん。4杯上。これ普通に処理するカードなさそう。スケバレ。スケバレの掘りを。ギャング切ったもんな。はい。はいはいはい。ん？なるほど。あ、同じや。さすが池田くん。ごめん、間違ってたらよろしい。さすが池田くん。それな。せやろ。せや勝て。それな。いいぞ。よいしょ。ビリビリ。ビリビリ。ビリビリ。いや、もう辛くない。いいんだよ、これで。この形が相手からしたらすごく鬱陶しいはずなんだ。よいしょ。はい。ドゥン。ベシン。うん、ベシン。うん、ベシン。こんな感じだね。やっぱり、いい感じやね。おや。おや。語彙力。翼くん、いい感じだね。動画外でもこのテンションなんでちょっとついていくのが難しいみたいな。今日疲れたな、マジマルチ回しすぎてもうきつい。昨日の本当夜からずっとやってたもんな。一生やってた。レッドブル飲んで買いに行って配信をしながらミラティブ4時間ぐらいやってた気がする。よろしく。今日もなーランナーせんなー、いけそうだったんだけどなー、ナイルはマジで。フィニッシュおめでとうで。焼肉行こう。よいしょー。強い俺。はい。あ、わからない。ごめん、わかんないな。オッケー。これで全部止まる。これでちょっと憶測に出すことによって橋前三子が来ても対応することができる。メガナイトで三子オプか、まあ、これでね全部止まるんで。よいしょ。これでいいんですよ。これで嘘かも。嘘かもしれん。嘘かもしれね。俺嘘ついたかも。これでいいんですよ。うん。おお、やるやん。ここでギャングを切ったから、逆にこれでね、嫌がらせ、守るだけじゃなく嫌がらせをしていく。そう。ギャング切ったんで、ナノホリも切ったんで、吹きゴブしていって、スケバレつけていって、イリポン受けない。
輪ゴムリぐらいしかいないはずなんだよな。よいしょ、ディン。まあまあまあ、穴掘り切ったら攻められるんだろう。嫌がらせしよう。よいしょ、これが杖、マジで杖。これが早い、これ。はい、このサイクルね。よいしょ、支配してる、このフィールド支配してる俺。よいしょ、はい、ザップ切った。ここで飛ばしていって吹きゴブを、あ、これだけでいいな。とりあえず、はい、ガゴムレが来るでしょ、ここは。来るはずだから、こっちは無視だな。オッケーオッケーオッケー、グッドゲームですね。よいしょ、うん、だいぶいけるね。強い、ロリババがやっぱ防衛でめちゃくちゃ光るから。もう一戦いこう、さっき負けたから。ラスト、はい、テンション上げて、はい、テンション上げていきましょう。あった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 、おや、疲れてる、疲れてる、ちょっときつい、ちょっときつい、疲れてるテンションだ。ケツメがないとですね、これケツメがないとで、ゆっくり後ろから作っていって、スケバレコウモリ、吹きや穴掘りとかでもう小屋を潰していく。もう俺にはその絵が見えている。ここで何が来るかなんですよねーって感じ。はいはいはい、うぅ、絶滅危惧種発生した。絶対絶対に弱い言い切れる、絶対に弱い確かにまだ早い。まだよ、12月にって言われてるけど、早かったな、きっと早まっちゃったね、きっと。うん、ロリババマジで強いんだよな。何にもラバにもロリババが入る時代だからな。よいしょ、ドン、これやばいな。どうしよっかな、とりあえずライドラ当てるか、スケバルコウモリに攻めつつ守るか、それだな。でコウモリだけここでせき止められて、やばいなこれ、コストが重すぎてやばい。一回メガナイトは倒させて、いいかな、出して衝撃早い、衝撃早いマン衝撃早いマンの出陣、マジ早いよね、超早い。ザッピーとか見てるとなおさら速く感じる。アイさん個性足していく、足すだけ、もう足すだけタイム入ってる。これでウィズにあの穴掘りを飛ばせば GG、 余裕でしょ。よいしょ、これね、強いカードのいいとこはね、出すだけタイムが来るからね、それがいい。はい、 GG、 あと取って出すだけタイム入る。もうってことで、まあ今シーズンのね、最強デッキ、まあ俺が考える、大吉さんがデッキ考えて結構珍しい、ね、珍しい、珍しい、言うて誰でも考えつきそう。これは多分いろんな人が紹介しそうな方は違えど気がするけど、 YouTube で言っとったら、そうやな、もう先手必勝だから、特許権発動すっから俺これで。ってことで、まあライドラはマジで、なんだろう、評価が分かんないって言ってる人も結構いるんですけど、あの上位層がみんな口を揃えて言ってるんですけど、マジであのなんだろう、強すぎるぐらいなんですよね。で世界大会とかでももうライドラ世界一決定戦になるんじゃないかぐらいの言われてて、だから本当にそれぐらい強いんで、強いか強くないか分からないって人とか、周りに弱いって言ってる人がいるとかいるかもしれないですけど、ライドラはマジで強いんで使った方がいいです。ってことで、そうですね、ライドラを入れた軸、デッキを軸にいろいろ考えるって感じでね、やっていけばないいと思います。ってことで、こんな感じで終わりたいと思います。ということで、今日はこの辺で、ありがとうございました。